はい、こんにちは。今日ですね、ヌディアさんと、なんだ、バイクの見せ合い、見せ合い1個ヌディアさんがバイク買ったみたいなんで、バイク自慢しに来ました。はい、で、ついでに僕のグリップを、SR のグリップを変えてもらおうかなと思います。これなんです。これ純正ですか？純正です。純正のこれをこれにします。タル型っていうのかな、ですね、握りやすそう、はい、これに変えますね。はい、どうぞ。じゃあさばいていきますね、はい、使わないですよね、これ。これ使わないです。 OK です。だけちょっとハンドルを傷つけて薄く、はい、じゃあグリップ取れましたんで、パーツクリーナーでシューって拭いてスッと入れるだけですか？だけです。なんと、でパーツクリーナーがすぐ乾いちゃうんで。なるほど。ちょっと早めにいっちゃいますよ。いっちゃっていいですか？早技で。なんと簡単につけた。はい、グリップ変わりました。お、いい感じっすね。いい感じだね、うん、かっこいい。でですね、僕パーツクリーナーだと思ってね、ヌディアさんに渡したのがですね、あのチェーンクリーナーチェーンの絵が書いてあるっていうちゃんとチェーンクリーナーって書いてあった。はい、とんでもないミスです。まあでもね、しっかりちゃんと止まったんで、はい、問題ないです。問題なしです、ね、はい。ヌディアさんなんかバイク買ったみたいじゃないですか？そうなんですか。新さんに見せに行きましたよ、今日は。はい、見ます。じゃあ見ましょうか。見ます。じゃあ見ましょう。しょうがない、見せますか。じゃあこちら、かっこいい。ちょっと前出します。あ、でもここでもだいぶ前出してもらっても。ちょっと横向きましょう。 OK です。かっこいい。これはなんてバイクですか？川崎の 250TR。 2班めちゃくちゃかっけー。原型がなくなっちゃってんすけど。そうっすね。もっとヴィンテージモトクロスのバイクなんですけど、フルカスタム。フルカスタムです。オーダーで作りました。いやー、かっこいいわ。ちょっとじゃあなんか紹介してくださいよ。 250TRっていうバイクが、そもそもヴィンテージモトクロスっていうジャンルのゴツゴツしたタイヤが本当はついてて、はいはい、インド山とか走るような雰囲気の昔のオフロードのバイクをイメージしたバイクなんですけど。なるほど。僕はボバースタイルで。ボバースタイルで、うん、いいですね。クラシックなタイヤに変えて。かっちょいい。ウィンカー、テールランプも全部変えちゃいました。ナンバー大丈夫ですか？ナンバー大丈夫です。ウィンカー変えて、後ろはあとリアサスペンションが、これ車高が下がってるんで、何ミリだったっけ、265 265、確か純正が300ミリ、 3.5 センチなのかな。こうお尻が下がってる形になって。なるほど。フェンダーも鉄に変えてます。ちょっともううっすら早速錆びてるんですけど。かっこいいですね。ちょっと1年後2年後とかちょっと渋くなるかなと思います。あとハンドルも低くしてありますね。なるほど。ハンドル低くしてヘッドライトもちっちゃくなってます。ちっちゃいイエローレンズ 4.5 インチですね。こちらは超かっこいいな。いいっすね。あとフォークブーツもくっつけて。もともとついてないですか？もともとついてないですね、純正だと。なるほど。あとマフラーが買った店のオリジナルというか、これ純正マフラーなんですよ。この辺ぐらいまであるんですよ、純正だと。あ、そうなんですね。その間をカットして詰めて溶接し直す。ちょっとじゃあ音聞いてみます。音聞きましょうか。いいですか？
音です。意外とうるさい、意外とうるさい。ありがとうございます。かっちょいい。これもオーダーでグレーに塗ってもらいました。もうどこのバイクか分かんないですね、パッと見ですよね、うん、川崎とかホンダとかロゴもないんで、ちょっとまたがっていただいて。またがっていいですか。かっこいい。あ、なんかこの靴どうしたんですか。これちょっと拾ったんですよね。あのシンさんっていう方のお家の玄関から盗んできたっていう形です。僕がちょっとエンジニアを今貸してあげました。いいっすね、エンジニア。エンジニア乗りやすいんですよ。乗りやすい。足首が硬くてペコスだと運転しにくかったんですよ。そうなんですよね。全く何も感じないですよ、これスニーカーで運転してるから。素敵です。買いましょう。ですね、エンジニア買いましょう、ね、これちょっと最初しんどそうっす。確かに辛そう。重いっすね、なんか重いっす。まあ鉄板も入ってますしね。もともと安全靴なんで、やっぱりボロボロっすけど、鉄骨が軽いって言ったらあれなんだ。確かに。はい、ありがとうございました。以上、僕のバイクでした。しんさん、はい、今僕のバイク撮りましたけど、自分の SR って動画で紹介したことあるんですか。ないですね。僕の SR ですって前回言ったぐらい。言ったぐらい。じゃあ今回紹介しちゃいましょうよ。じゃあせっかくなんで。せっかくなんで。僕の SR です。2回目。かっこいい、はい、こんな感じですよ。ボバーっぽい感じ。ボバーかな、うん、ボバースタイルですね。ですね。これどんぐらい乗ってるんですか。4年。おお、長い。3年から4年。はいはい、はい、ずっとボバースタイルですか。ずっとこの感じ。でもだいぶやっと完成に近づいてきた。はい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 。かっこいい。かっこいい。何か今後ここをこうしたいとかあるんですか。タンク、タンク、タンク、ヘッドライト、ヘッドライト。あ、これちっちゃくしたいです。はい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 。あとはね、ここのこう、これ純正のもともとあのキーがついてたんですよ。はい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 。それ取っ払ったんですけど、うん、で移設してキーがこっちになってるんですよね。なるほど。でこれがね、うん、嫌なんですよ。確かにただの穴ぼこになっちゃいますから、ね、なんかもう映したくない。映します。そう、この辺とタンクとサイドカバー、うん、サイドカバーとここね。じゃあ案外なんかやりたいこと盛りだくさんですね。盛りだくさんですけど、なんかどうしようかなって感じです。はいはいはい。お金もかかるし、うん、なんかこの雰囲気好きですけどね。ありがとうございます。純正残しつつっていう、うん、まあこれはこれでいいかなと思ってます。うん、いいと思います。ありがとうございます。まあここかな。でもこれはちっちゃくしたいですね。はいはいはい。これとここかな。うん、うん、まあここはもう後で。はいはい。早急にやりたいのはこっちと。こっちですね。 4.5 インチにしたいです。レンズは何色で。レンズはこれでもいいかな。透明なままで、はい、こう持っております。わかるかな。これ多分 5.5 インチですよね。ちょっとインチわかんないです。ちょっとでかいんですよ。多分そうですよね。あのデュオさんのみたいにちっちゃくしたいんですよね。これですね。そう、僕のこいつが 4.5 インチ、このサイズにしたいと。そう、ここのねスカスカ感を出したい。はい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 。なるほどです。なるほどっすね。なるほどです。んー、なるほどです。でもやっぱりボバだから似てますね、この。確かに。フォークブーツつけて。確かに確かに。かっこいいね、うん、タイヤもパターン一緒ですからね。そうですね、ヴィンテージパターンっていうのが、うん、買いましたね、うん、かっこいい。またがったよ。
いいっすね。うん、絵になる絵になる。かっこよ。なんかマジ見てる人バイク乗ってるしな。確かに。なんかしたいっすよね。ツーリング、ツーリングしたいっすけど。視聴者集めてツーリングしてみた。したいな。かっこよ。僕らはこんなバイク乗ってます。まあでもファッションの一部というか延長というか、そうですね、このスタイルだと。なんかすごい、元々は通勤用で買ったんですよ。はいはいはい。からだんだんやっぱいじりたくなって、おお、愛着湧いて。愛着は湧いて。はいはいはい。服装に似合ってますもん。ありがとうございます。似合ってる。そのジェットヘルメットもサングラスもやっぱコーチジャケットも最高だ。ああコーチいいっすね、このボバースタイルに。これチャンピオン、チャンピオンなんですね。チャンピオン、もうここ取れそうなやつ。おお。ピロ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 。古着ですか。古着です。今日のパンツは、これはね、アットラストっす。アットラスト。足元はレロウィン。レロウィン、レロウィンですね。エンジニアブーツ。うわこれかっこよ、この眺めかっこよ。今俺見てる眺めめっちゃかっこいいっすよ。エンジンとエンジニアブーツ、完璧完璧。今日もおしゃれな新さんです。ありがとうございます。ってな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。